コンスタンス一世は、ローマ帝国の皇帝。全名は、カエサル・フラウィウス・ユリウス・コンスタンス・アウグストス。コンスタンティノス一世とハウスタの間に三男として、生まれるが、母親は、不義密通の罪で処刑された。宦官,官が取り仕切る、宮廷内で二人の兄と共に育てられ、337年に、死去した父親の葬儀は、コンスタンティノポリスで行われたが、 滞在地の距離から参加しなかった。葬儀のしばらく後で、コンスタンティノポリスにいる親族は粛清されることとなる。この後、三人の息子は、会談を行い、揃って即位した。主に、イタリア本土、パンノニア、ダキア、北、アフリカなどを統治していたが、後に、長兄のコンスタンティヌス2世から、北アフリカの活譲を求められる。しかし340年。 侵攻してきたコンスタンティヌス2世をアクイレア近くで打ち破る。コンスタンティヌス2世が統治していたブリタンニア、ガリア、ヒスパニアなどを引き継ぐが自身も敗下の将軍マグネンティウスに反旗を翻され350年囚われ殺害される。没年齢は30歳前後とされる。コンスタンス1世はオリンピアスと結婚。子供はいない。オリンピアスは フラビゼ・アブレイビアスの娘。アブレイビアスの妻は、コンスタンティウス一世の娘の一人アナスタシアと、その夫バッシアヌスの娘である。アブレイビアスの妻には、姉が一人いる。つまり、オリンティアスは、コンスタンティウス一世のひ孫で、コンスタンティノス一世の、ジュテッソン、コンスタンス一世の、ジュ、メイでもある。コンスタンス一世の死後、アルメニアをアルサケス二世と再婚したが、 子供はいない。オリンピアスのオバ・ファウスタは、大、グラティアヌスと結婚。ウアレンティニアヌス一世、ワレンス兄弟の母となり、この兄弟からウアレンティニアヌス朝が始まる。ワレンスの子孫は、コーヒーアルビア・ドミニカとの一男二女、アナスタシア、カロサしか確認できないが、ウアレンティニアヌス一世の子孫は少なくとも6世紀の、終わりから7世紀初めまで存続した。 ありがとうございます。